はい、今回は未来を表す表現ですね。この will っていうのと be going to、2つあります、それぞれ2種類ですね、意味がありますので、順番に見ていきましょう。まず will からですね。 I will be 20 next year。 この1つ目の will です。これは、何を表しているかというと、私は来年20歳になる。で、来年私はこれほっといても自動的に20歳になりますよね。なので未来の出来事、事実っていうのを単純に表している、will。 こういうのを、はい、単純未来っていうふうに呼びますよ。じゃあ2つ目の will、 これはどういう意味かというと、 I will call you tonight ですね。今晩、私は今晩あなたに電話をかけますですね。この will っていうのは単純未来じゃないです。これは私がかけるっていうね、意思を持っている、意思未来ですね。何々するつもりっていうふうに、なので訳すことも結構あると思います。これ私は来年20歳になるつもりですとは言えないですね。なので意思未来というのは何々するつもりですっていうふうに訳すことが多いと。あるいは今決めたことですね。これを表すことでもありますよ。今この瞬間何々することに決めましたっていうような意味を持っています。この2つが、まず will の意味ですね。じゃあ次、 be going to。 I am going to visit 京都 tomorrow です。私は明日京都を訪れる、つもりですですね。訳はこんな感じでいいんですけど、じゃあこの be going to って will とどう違うのかってことなんですが、be going to って言ったらこれは未来の計画ですね。これあらかじめ決めていた、予定っていう意味になります。なので明日京都に行くことっていうのは前々からもうね決まっていたんですよっていうことです。なので明日ね京都に行くつもりなんですよ、ずっとそういう計画だったんですよっていうことを表す計画予定の be going to ですね。じゃあ2つ目、It's getting dark outside、外が暗くなってきてます、ね、その上で I think it is going to rain in the afternoon ですね、in the afternoon 午後 be going to rain ですね。これ雨が降るだろうと思いま す, です、ね、この be going to っていうのはじゃあどんな、ね、未来を表しているのかというと、これは今の状況からですね、推測をして、今の状況というのは外が暗くなってきていますよ。でそこから推測して雨が降り出そう、降りそうだというふうに、判断している。こういう be going to ですね。なので今こういう状況なんでこんなふうになりそうだぞというふうな、そんな意味が be going to にはあります。じゃあこの4つをですね、まずはしっかりと意識をしてください。で今度未来進行形というのをついでに見てみたいと思います。未来進行形というのは、未来の一時点でその時に進行中の行為。例えば来年の今頃は日本で英語を教えているでしょうと。来年の今頃というのが未来の一時点ですね。教えている、これが進行中の行為です。 I will ですね、これはこの後に beteaching ですね。be 動詞プラス動詞の ing。これで未来進行形というのを作ることができます。I will be teaching English in Japan at this time next year。この at this time、この時期、next year、来年のですね。これが未来の一時点を表しています。これが未来進行形ですね。はい、今回は以上です。ありがとうございました。